はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。聖戦士カオスソルジャーです。さあ本日なんですが、皆さん2周年記念、まあロイヤル限定ロイヤル確定パックか引きましたでしょうか。まあ多分引いた方も多いと思うんですがね、無料なんでこの、まあ、混沌の力っていうパックから出てくるこの聖戦士カオスソルジャーっていうモンスター、これのロイヤルが当たった方いらっしゃると思うんですよ。このモンスターね、基本的にはハズレと言われてましてですね、ま、なかなか使い道がむずいと。っていうか俺、多分マスターデュエルやってて使ってる人見たことないんですけど、一切、1ミリも、一人も見たことないんですよ、今までやってきて、2年間ぐらいやってきて。マジで、誰も使ってないこのモンスター、今日は救っていきます。この聖戦士カオスソルジャーっていうモンスター何するかっていうと、召喚と召喚した時に除外されている自分の光か闇を墓地に戻しながら相手のフィールドのカードを除外できるよっていう効果があるんですね。だからまず除外状態に光か闇がいなければならないと。で一応戦闘で開始したらなんかレベル7以下の戦速モンスターうんぬんかんぬんするみたいな開始するみたいな効果は一応あるんですけども、2番の効果は今回使うんですけど、1番の効果はまあまあ強いですよね。でこれ特殊召喚モンスターじゃないんで、普通に召喚とか簡単に特殊召喚ができるんですよ。墓地落としたりとかしてシンプルに下蘇生したりとか、そういう動きができると。で光闇で除外されるテーマってカオスソルジャーがイメージされると思うんですよ。あとカオスとかがイメージされると思うんですけど、カオスとかで、まあ、使うことももちろんできるとは思うんですが、やっぱシナジーとしてすごい簡単に噛み合わせれるなって思ったのが、今回オルフェゴールを持ってきたんですけど、オルフェゴールって光、まあ、違う、闇属性のモンスターがめちゃくちゃ除外されるんで、カオスソルジャーのコストがすごく簡単に用意できるっていうのと、あと墓地にこの光闇を戻した時に再利用ができるんでめちゃくちゃ強いんですよね。でさらにオルフェゴールギミックの中でこのスクラップリサイクラーギミック今回入ってるんですけど、スクラップギミックを投入することによって確定で聖戦士カオスソルジャーを墓地に送りながら次のターンに蘇生する準備ができるという動きがあります。これね、無限カオスソルジャーギミックって呼んでるんですけど、これ無限に聖戦士カオスソルジャーも実質無限にその呼び戻せるっていうのがあって、このね、生物聖杯っていうモンスターが、これ墓地のこのカードを除外するとデッキから生物カードを手札に加えるよっていう効果があるんですけど、これまあ墓地を送られたターンに発動できるんですけど、これを墓地に送っておくことによってその生物を継ぐものっていう、まあ死者蘇生ですね、実質リンク先に自分の墓地のモンスターを蘇生するっていう死者蘇生を引っ張ってこれるんですよ。でこれこいつが除外されるから、そもそもカオスソルジャーのコストとしてこいつが、まあ、そもそも存在してるんで絶対打てると。で生物を継ぐものでリンク先に特殊召喚して相手のカードを除外しながら、聖杯を墓地に戻すと、また次のターンにこの聖杯が除外してまたこいつ持ってきてっていう動きができるんで、まあ最大セーブと継ぐものの数だけ3回一応聖戦士カオスソルジャーを特殊召喚できると。まあこのギミックを一応だから無限ではないんだけど、まあ無限聖戦士カオスソルジャーと呼んでいて、これをですね今日やっていきたいですね。はい。でこれのギミックが一応、スクラップリサイクラープラスなんかその叩き割るカードですね、まあ魔法トラップでもいいしなんか適当なモンスターでも何でもいいんだけど、叩き割るカードがあれば、成立する感じになってます。基本的にオルフェゴールギミックとあとライトロードドミノンキュリオスのギミック、これを組み合わせて、必要なカードをいっぱい墓地に叩き落としてこいつの蘇生を狙っていくという感じですね。で一応このモンスター相手のターンに出せると強いんで、結構なんで、まあ一応このカード相手のターンに蘇生するカード、例えばまあリビングデッドの呼び声であるとかトラップカードでね蘇生できる、なんかそういう系のカードを、まあ、採用しても全然いいんじゃないかな、宣戦布旗とか、採用してもいいんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと今回枠の都合で、泣く泣く採用できずに今回こんな感じの構築になっていますが、そういうカードを採用しても面白いんじゃないかなというふうに思ってます。はい、早速ね聖戦士カオスソルジャー頑張って作っていきましょう。デュエルスタンバイ。あー反動これ悪くないですね、非常に。まあ、財宝狩りの方はぶち込みますか。これ何してるかだな、結構これ難しいとこですね。どこに誘発当てられるかなんだよね。ディアベルスター召喚しまして、いやー難しいなこれ。ディベル召喚から普通にガラティア展開する可能性も一応加味するか。いろいろとね、なんか展開通んなかったパターンの保険みたいなのかけておかないといけないな。で、ディアベルスターの効果起動。
一応ちょっと今回活躍させたいモンスターいてさ、そいつをなんとかして活躍させつつやっぱ勝ちたいんだよね、ある程度。うん、でエクセル召喚するよりもジェットシンクロン特殊して、手数にしてきた方がいいか。1ジェットシンクロンから、あー難しいな。そうだね、でもこれジェットシンクロンで化石調査からラプターの効果取った方がいいから、で化石調査発動、まあ、これ通んなくても最悪、まあオルフェゴール展開は一応ギリできるから、多分なんとかリンクリボーからジェット捨てて、ガラティア行ってみたいな動きできるから、多分なんとかなると思う。ラプター、いやーこれちょっと2ビルだけマジで重いんですけどね、このデッキ。ちなみに最近ねスネークワイもある程度なんか出てきて、なんか2ビル割と飛んでくるようにはなってるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、これオライオンを、まあ、爆発させていくしかない。これちなみに一応そのある特定のモンスターを活躍させるためにはですね、スクラップリサイクラーだけではちょっとダメで、コストが1枚、要はスクラップワイバーンで叩き割るコストが1枚いるんですよ。だから魔法トラップでもいいし、今回みたいなこういうなんか一手手数出るカード、まあ、ジェットシンクロンとかでもいいし、なんでもいいんだけど、とにかくなんか破壊できるカードですね、なんかフィールド上の、まあ、相手のフィールド上にモンスターとかカードがあればそれでもいいんだけど。でこうしまして、でこう叩き割ります。うわーびっくりしたーって言ってスクラップが破壊されたので、デッキから、ゴーレムが爆誕して、でこれでジェットシンクロンを叩き割ると、こうすることによって、まあ、一応スクラップ、ワイバーンが残るんで、スクラップワイバーンをちょっとリンク素材にね使って、いく、所存でございます一応。はい、でこうして、でこうですね。でですね、リーブ21を出して、はい、ねっとりしたリーブ21めっちゃうざいでしょ。で聖剣士リーブの効果、生物を継ぐものをセット、そして生物を継ぐものを発動も、リンクモンスターのリンク先に、墓地からモンスターを特殊召喚、現れるスクラップゴーレム、そしてスクラップゴーレムのモンスター効果発動、スクラップゴーレムの効果によりリサイクラーを特殊召喚、リサイクラーこれ何回目、これ3回目使いすぎだなリサイクラーを。4回目が特殊召喚自体は、ワイバーンで叩き合ってっから。これはスケルトン落としといてもいいか。そうだね、スケルトン落としといて、なんかもうスケルトンをもういる状態にしておいてからの、地属性で種族が答えるモンスター3体でリンク召喚、現れろライトロード、ドミニオンキュリアスの効果発動、これであるモンスターをまあ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 、後でお見舞いしますよ。何落ちた、シルビアか、なるほど。これなんとかしてバレルロードサメージャーが出ねえかな。ジェットドラゴンを切って特殊召喚、ジェットドラゴンじゃない、ジェットシンクロンを特殊召喚で、ちょっと待って、これさなんとかしてさ、いやでも7出せないか、無理か。ティメル特殊、スケルトン特殊からいって、除外特殊いけなくはない気がするな、なんかで、ギルス出す、はい、でギルス効果起動、いやでもあれか、さすがにリーブは残しておいた方がいいかな。なんかリーブってリンクサインになると、なんか相手のカードをデッキバウンするっていうめちゃくちゃ強い効果あって、だからそれめっちゃ強いんですけど、できれば残したいんですよね。いやスケルトン今使って、いやー微妙だな、わからんわからん、ちょっとわからんくなってきた。時間が意外とない、やばい、111秒、ちょまずいぞこれ。なんかオルフェゴールってさ回すの結構時間かかるからさ、意外とさあれなんだよね、ただ自分の展開 してるだけでめちゃくちゃ時間上がってんだよね。いやこれサベージ一応いけんだけどな、これ多分サベージいけるけど、マスカレーナが立たなくなっちゃうから、それは微妙だよね。だから多分これで、まあ、サベージはないけど、こうしてでこうして
で、まあこうしてもうこれでいいと思う。なんかいつも通りになっちゃったけど、まあまあ問題ないでしょ。ちょっとジェットシンクロが若干余ったけどね。なんかもうちょいうまくやったらなんかサベージまで出そうだけど、ただそうするとスケルトンかなっていう話あるよな。でもこれでスケルトンで回収しとけばみたいな話か。まあいいわ。マスカレーナ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、本当に時間ない。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょ、ほんまに時間ない。で、マスカレーナちゃん出てきて、はい。で、現在庫をスネークアイ返して、シルビアでもいいけど、シルビアの方にするか。シルビア、いや、うん。シルビアでこうして、はい。あー、まあ関係ないね。まあ、これでエンドなんじゃない。やべ、時間ない、時間ない、時間ない。74秒、あっぶれ、マジでやばい。ほんまに時間ないんだよな、このデッキ。俺が回し慣れてないっていうのもあるんだけど、もちろん。オルフェコール久しぶりすぎて使うの。うわー、熱い。それは OK で、まぁ、ちょっと待って、やばい。待って、ビーステッドサーチ入る前に、これ、あれだ、しなきゃ。特殊召喚。マジ。ちょっと待ってくれ。やばいぞ、もう遅いかもしれん。やばいやばい、あ、ぼーっとした。やばい、ちょっと待って、めっちゃぼーっとしてた、めちゃくちゃぼーっとしてた。やば、クソみたいなこと起きた。ちょっとほんまにこれはね、圧倒的プレミアです、これ。あぶれ、耐えたー、危ねー。いいえ。で、これで、まあ、一旦、ウーサ出して、あ、でもこれ酸性めっちゃ重いか。これ酸性めっちゃ重いぞ、これ。やばい。酸性の際だけマジでやってくれ。やばい、ちょっと待って、混乱してる、今。あー、オッケーです。それはいいです、オッケーです。どれですか？あ、でもこれスケルトンだよな、多分な。多分ここスケルトンなんで、まあ多分向こうにするしかないんですよね、ウーサで。一応ウーサ、あ、そっちなんだ。トロイミアなんだ。じゃあ使うか。トロイミアだったら使ってもいいね。トロイミア効果、ゲームから除外すると、アポロウーサの打点が上がります。これまあ実質4ウーサと同じです、これ。800打点上がるんで、8は送ればね。なんで、まあ実質4ウーサになってるんで、これ3200になる、強すぎ。一応モンスター効果4回無効できますね。相手なんだろうね。まあドラゴンリンクじゃないと思うから、愚かなマイスター。まあ多分楽園かな。さすがに。最近ドラゴンリンク全く当たんなくなったかな。まあ、B セット見たら大体楽園なんじゃないかなと思うのが普通なんじゃないかなと思いますけども。愚かなマイスターの効果を起動しまして、はい。了解です。で、開幕ぶち込まれていく。開幕で手札捨てて、The Beasted Rebellion が、捨てられて、アルベール。いや、アルベールはさすがにちょっとアポルウーサで無効にせざるを得ないといったところですね、これね。で、これで無効になる。楽園系のマジックトラップカードはサーチさせない。はい。あー、白杖、やば、時間ねえ。キャンセル。白はちょっともうどうしようもない。さすがに止めようないし。これ何出てくるんだろうな。アレバス一応扱いになってるから、黒子がアレバスプラス光とかでアルビオンとかなんかな。ちょっとわかんないです。まあ多分アルビオンぐらいしか出てこないか。あ、でもルベリオン、まあ、ルベリオン出てきたところであんまあれだよな、何も出せないよな。あれ墓地とフィールドあったらアルバスなんだけど、黒子流って除外ゾーンとか手札ではアルバスではないので、なんで多分ね、ルベリオンとかでミラージェイドみたいなことはできないんですよ。でアルビオンですね、了解しました。でアルビオンが融合できるのがあんまいなさそう。いや、ルベリオン、ちょっと待って、時間ない、やばい、ちょっとほんまにやばい。ちょっと待って、もた展開すぎた。ちょ、ルベリオンどうせ出てくるから、これあれか。ちょっと待って、もうちょっと本当に時間ない。ほんまに時間ない。で、これ殴られるものもケアしつつだね。殴られるのもケアしつつ、セット。あぶねえ。そういうことだな。あぶねえ、おい。マジあぶねえ。
よし、こっからだな。俺のターン、これ先行でこうやって頑張ってしのいだらな、俺の最強モンスターからな、これ活躍するのよ。これさっき先行でめちゃくちゃ用意しておいたんで、これ見せましょう。まず生物聖杯の効果、このカードゲームが除外すると生物カードを1枚を手札に加えることができるんで、これ墓地送られたターンに発動できないんですけど、墓地送られてないターンだったらいける。で、生物継ぐものを持ってきて、そして生物を継ぐものを発動、生物を継ぐものの効果による自分の墓地のモンスターを何でもリンク先に特殊召喚できる。あらあらろ、先生しかおっそうじゃ、黙れ黙れ黙れ。しゃあ、これでアポルーサの効果により相手のモンスター効果を一生無効にし、さらに除外されているモンスターが存在する場合、このモンスターはサイカラと一見先生しかおっそうじゃ効果、除外されているカードを1枚墓地に返し、相手のフィールドのカードをゲームから除外する。これによってちなみに聖杯をあの墓地に戻すと、また次のターンにまた使えるので、あの一生涯戦士カオスソルジャーが特殊召喚できるっていう、コンボです。一応まあ多分このターンで勝てますけどね。楽園の獣、はい、いいでしょう。43秒しかないから急げ。財宝界の悪魔の効果でカードを1枚ドローするぞ。とりあえずで、これでスネークアイを返してワンドロー。ああオッケー、いいだろう。そしてまず一旦スケルトンの効果を起動する。そしてガラテアを特殊召喚していく。よし、そしてガラテアの効果、さあ残り30秒で俺はこのデッキを回しシグロできるかな。わからない。さあ俺はこのデッキを回し切ることができるか否か問題だぞ。あと残り20秒だ。キル取れるか。攻撃強制召喚して、アクセスするしかない。1、2、3、4。うわー、リンク召喚現れろ。風をつかめ、アクセスコルトーカー効果。うお、アポルーサーを対象に取り、うわー、6300アクセス。貴様のアルベルを破壊、残り10秒だ、急げバトル。いやーいや、先生しカオスとじゃる攻撃、カオスプレード危ねー。しゃー、これが無限カオストロジャーかっこ1回。なるほど、んー悪くないだろうってやつだなこれ。て全然最近テレビ見ないんですけど、悪くないだろうっていう人はまだ活躍していますか。ちょっと本当に遊戯王してるとテレビ見てる時間マジでなくてさ、最近のなんかトレンドみたいなの全く知らないんだけどさ、なんか今どういうの流行ってんの。なんか松本人志さんがいなくなったっていうことは一応X のニュースで知ってるんですけど。マジでちょっとね、本当にね、わからない今のトレンドが。もうこうやっておじさん化していくんだろう人間って。娘と話し合わなくなったらどうしよう。現在ホスネークアイの効果発動。娘と話し合わなくなったら死んじゃう俺。ディアメルスター、はい。ちなみにね、リュウ実況チャンネル皆さん一応ね、あれなんですよ。子供2人いるんですけど、娘4歳と息子2歳なんですけども、いや強くない、強ないそれは。ちょ、俺の生鮮しか押すとじゃん、これ確定知ったやん、降臨しないこと。まあでもね、これ撃たれても一応、いやこれ1枚ドローしてワンチャンあれか、特殊召喚できるモンスターなんか化石調査とかひどしいな。あ、うわ、ゴミアルティメットゴミヒーター、ちょっと待って、これ普通にオルフェゴールムーブするしかないね。オルフェゴールのムーブに移行します。すいません、これははっきり言いますが、聖戦士カロスソルジャーは多分無理です。どうすればいいのかな、これはこうしたらいいのかな。で一旦これガラテアを出しに行きます。はい、でガラちゃん出して、いやマジでさ、ゴミすぎただろこれ本当に。なんでやスクラップゴーレムって、世界一だねえわお前、今世界一だねえかと引いたわマジで。
ディアベルスター特集をするぞ。ちなみにあの龍神教授はね、ほんと娘を溺愛しすぎて、あの息子のことをないがしろにしてるって、あの妻から言われてますが、もっとあの息子のことも愛せと言われてます。あの娘を溺愛しすぎて、あの家庭内差別みたいなのが始まってますこれ。なんか息子は軽くあしらってるけど、あの娘に対しての溺愛方なんか甘すぎるって言われてますね。はい、あの息子のなんかは結構悪いことするとなんか結構ちゃんと怒るんですけど、あの娘には全く怒んないから。これなんでか分かります皆さん、これね、娘から嫌われたくないからなんですよ。バカ親すぎる。バカ親すぎる。娘から嫌われたくないから、あの娘には全く怒んない。まあ息子からは嫌われても何も思わないんで、もういくらでも怒れるんですけどね。はい、やっぱこれ思ったけどさ、やっぱさ、男と女ってちげえよな結構。うん、割とね、違うなとは結構思ってる。うん、あ、接し方もなんか変わるところあるよな割と。あ、いやホイッサー来た。エアホイッサーじゃん。エアホ来た。エアホ、でもエアホイッサー1枚では初動になってないからな、あのデッキ。エアホイッサー召喚が、あの何、初動になるのはエマージンシー来てからなんで、これ初動になってないですね今のところ。まあ2枚コンボだったら初動になることあるよね、これで。フィールド魔法持ってきて、フィールド魔法の効果で召喚機1回増えるから、ハイドラントを召喚して、ハイドラントの効果でターベランス持ってきて、2体でリンクしてターベランスっていう動きは一応できるんでね。だそれは一応いけるんですけど、ただ基本的に今のところはエアホイスターは何もしないと思っていいです。これだから召喚機を潰しちゃえばいいと思うんだよね、これも。だから多分ね、これね、いや分かんねえな、何があるんだろうな。これ対象取れねえよなこいつな。そうだよな、デスケースがいると対象取れねえから、だからもうこれ出させないようにするしかないんだよね。だからまあ多分これこうして、ディベルで特殊召喚したいです。あ、強いね、うらら、オッケー、いいだろう。まあ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 、しょうがないねこれは。マスカレーナ効果起動します。で、はい、でこうですね。2と121、リンク召喚ユニコーン、ギャレコーン、ギャレコーンって言ってるけど、本当にあの僕ガンダム全然わかんないんで、ユニコーン見たことないですし、あのこのユニコーンっていうのもなんで知ってるかっていうと、パチンコの番組でなんかユニコーン の演出でユニコーンって言ってるのを何回も見てるから、このなんかセリフがなんかかっこいいなと思って使ってるだけで、別にユニコーンに詳しくはないです。はい、ユニコーンが詳しくの話でした。でディアベルスターが、あ、墓穴ね、はい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 、いいでしょう。なるほどね、使うのは後でいいか、使わなくていい。はい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 、はい、OK です。で、はい、 OK、 これで多分あと1枚、手札1枚、手札1枚から多分動けないと思うけどね、さすがに。これ、あれがディアベルスターとかとは別だけど。あ、そうだよね。はい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 。まあ、でも、ディアベルスターでもなんとかなるね。今、これがあったから。はい、ちなみに今、トロイメアユニコーンを墓地送ろうと思ってました。ディアベルスターは。はい。あの前にもリンクさんを墓地送るって、あまりにもアルティメットアドソンムーブなんだけどね。で、これで、ディアベルスター、今間違えた。ディンギルスからのディンギルス効果で、後ろを墓地送り、はい、あー、はい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 、でこうやって相手のもできないですね。あとはまあ私の手を持ってすればもうあんなモンスター貧弱貧弱といったところ。ちょマジでカオスソルジャー出ないから許して、今回カオスソルジャー出ないっていうか、まあ、展開止められたらさ出ないのよ。でも展開止められてもこんだけ一応妥協展開で回りちゃんとオルフェゴール展開できますよっていうことが見せられたから許して、今回はうんとね、なんでもいっか。これ200秒あるから時間はパップリあるな。オルフェゴールってさ、なんか回してるとさ時間めっちゃなくなるんだよね。なんかさ、まあ、俺が回してないってのはめちゃくちゃあるんだけど、なんかあまりにも時間なくて、なんかよくタイムアップギリギリになるっていうのはオルフェゴール使ってる時流実況チャンネルあるだったんですよね。はい、とりあえずなんかリンク値伸ばしていきましょう。生物を積むものを発動して、デスクラップゴーレムをもう一生特殊召喚して、デスクラップゴーレムの効果を一生起動していくといったことをしていくと。はい、
まあ、ゴーレムも一応ねアドバンス召喚こうやってできればまあ一応展開には使えるんですけど、マジで引きたくないんで、うん、本当にゴミだからこれ。ちなみにゴーレム引いてる場合は、ジェットシンクロンで切ってからワイバーンでゴーレムをそのまんま特殊召喚してフィールドのカードを破壊するっていう動きすると、普通のムーブになります。一応要は合流する、だから引いた時はジェットシンクロン、まあ、そのためにジェットシンクロン入ってるんだけど、ジェットシンクロンを、リサイクラーで落としてからリサイクラー、ジェットシンクロンの効果でゴーレム切って特殊、うん、で正常効果、これはスケルトンでも何でもいいです、正直マジ何でもいいです。で特殊召喚、はい、で一旦ガラテアする、まあ、アクセスすればいいか、アクセスして勝ちじゃね、これとこれだ、はい、いけ、風をつかめ、アクセスコードトーカー、チェイチリーブ、チェイにアクセスコールトーカー効果、対象リーブ21、これによって、相手の、ね、カードをデッキにバウンスしながら、4000攻めるアクセスが爆弾すると、よっしゃー、これ打点 X 今、ああ足りてんね、バトルフェーズゴー、すまんみんな、聖戦士カオストロジャーは多分さっき出したの使ってるから動画で、そっち見てくれ、対戦ありがとうございました。ああ、なるほど。まあ手数出なくはないか。手数出なくはないな。サイキックリフレクター。はい。リフレクター珍しいですね。バスタービースト。へえ。それ最近見なくなったよな。この俺もまあ一応ね最近ね TG の動画でも上げたと思うんですけど、リフレクターはね本当にバスターモード持ってくるために使ってましたね。バスタービーストまでは全く入れてなくて。なんか別にいてもいなくても変わんねえから、バスタービースト使わねえしみたいな、ね、そのデッキだ。このギミックね、なんか緊急テレポートかな、なんか3積みとかでいけるんだったらめっちゃ強いんだけどな。ディアブランティス、あ強そうだね。このディアブランティスはねやっぱ8シンクロのカオスルーラーがいなくなった後でも一応なんかその、まあ、展開方としては非常に優秀と言われて いますね。あーそうか、緊急テレポートとかから入ってるからこれ使えんのか、普通に強いぞ。あー強いね。わけわからんのとわけわからんのが出てきたぞ。これマロンとジェミナイトセラフィーでマスタークレアヒュペリオン、わけわからんのとわけわからんのでマスタークレアヒュペリオン出てきたよ。えビーナス、なるほど、やべ、ちょっと待って、これ弾制動されるやん、これやばい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 、なんかすごい展開力だ。なんだこれ、ザワールドでもすんのか、これわかんねえな、これ何がしてんだこいつ、誰やお前、お前誰やねん、小公女クイーンクエリ、マジで知らん、ガチで知らんやつ来た。このカードのスウェットユニーレベル5モンスター対象に特殊召喚、へえ、あなるほどね。自分のフィールドを持ってきてもらってレベル5モンスター、デッキからレベル5モンスター1体選んで、おーレベル5サポートってことか、なんかすげえレベル5サポートしてんな、なるほどね。アーティファクトミョルニル、えやばい、なんかこいつなんだっけ、なんかすげえなんかうんこみたいなモンスターになった、確かなんだっけ、相手だ、このカードを確か成功したい時やばいか。今回のあそこ自分次のターン終了時まで自分アーティファクトモンスターしか特殊召喚できない、次のターン終了時まで自分アーティファクトモンスターしか特殊召喚できない、どういうこと、これ俺がってこと、相手ターンにこのカードが特殊召喚した場合自分の墓地のアーティファクトモンスター1体対象として発動する、そのモンスターを守備表示で特殊召喚する、この子の発動後次のターンの終了時まで自分はアーティファクトモンスターしか特殊召喚できない、これ俺がってこと、相手ターンにこのカードが特殊召喚した場合、あこれ俺が特殊召喚したことになるってこと、ええやばい、なんだこいつ、キメなにこいつキメ、あれかギミックパペット、どうちゃらこうちゃらみたいなことか、なんかその相手の盤面に送りつけたら俺が特殊召喚したことになるやつ、これ気色ね、やばいこと起きてる、もしかして
もしかして特殊召喚俺何もできない。あのこれディアベルスター光ってない時点でそういうことやろ。これディアベルスター光ってない時点で俺モンスター出せねえんだ。これえ強いけどそんなことをしてまでやる必要あります？それパキビケバの召喚でよくないですか？なんかわけわからんそれでしたけど、それパキケバの召喚でよくないですか？マジでそれ過剰すぎない？マジでちょっとさ思ったんだけどさ、そこまでやるんだったらさ先行アンケルしたら